ウクライナは、2022年2月24日から始まったロシア軍による侵略によって一時は国土の 27% を占領されたよね。しかし、その後アメリカを中心とする北大西洋条約機構NATO諸国などによる軍事支援を受けてロシア軍の侵攻を阻止し続けたぜ。結果的に2023年6月時点では非占領地域は 18% にまで縮小させたんでしょ？すごいよね。さて今回はウクライナ保安庁の特殊部隊が反転攻勢で活躍している件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。1年4ヶ月にわたって国土を不当に占領され続けてきたウクライナが、2023年6月から非占領地の奪還のための反転攻勢作戦を開始し、東部ドンバス地方のドネツク州及び中南部のザポリージャ州の5カ所で、ロシア軍の防衛ラインを突破しようと猛攻撃を仕掛けていると見られているよ。その中でウクライナ軍参謀本部は6月10日、ウクライナ保安庁 SBU の指揮下にある特殊部隊ホワイトウルブス白い狼が、ロシア軍陣地に照準を合わせて攻撃を行い、ウクライナ東部でロシア軍部隊にドローンによる攻撃を敢行し、過去1週間においてロシア軍の戦車7両及び15箇所の防空壕など防衛施設を破壊したことを明らかにして、その攻撃の際にドローンから撮影されたものとみられる動画を公開したんだ。動画では停止しているロシア軍戦車の上空にドローンを飛行させて、爆弾を投下する様子が映されていて、戦車の弱点とされる上部への攻撃を実施したことがわかるな。ウクライナ保安庁 SBU は、旧ソ連時代のソ連国家保安委員会 KGB が1991年のソ連崩壊とともに解散した際、その機能をほぼ継承する形で創設された治安組織で、対テロ特殊部隊アルファ部隊などを指揮下に置いており、オの人員は約3万人ともされており、ホワイトウルブスはそれらの一つと見られているよ。ただ、この部隊の情報についてはほとんどなく、その実態は不明であるものの、これまでにもこの特殊部隊による攻撃とされる戦闘の動画が多数公開されており、これら特殊部隊についてはウクライナ軍において困難な任務を遂行する能力を有する貴重な戦力とみなされているぜ。2023年の年明けに NATO 加盟国から戦車及び歩兵戦闘車や装甲兵員輸送車などの装甲戦闘車両の提供を受けることが伝えられていたウクライナ軍が非占領地の奪還に向けた反転攻勢に出ることについては、ウクライナ側からはその時期や場所についての特段の情報はなく、漠然と雪解けによるぬかるみが解消する4月以降に動き出すのではないかとの認識がなされているくらいだったよね。ウクライナ軍においては、供与されたレオパルト2及びチャレンジャー2などの西側の最新型とされる戦車や、新型歩兵戦闘車や装甲兵員輸送車は、アメリカからストライカー装輪装甲戦闘車、と M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車に M113 兵員装甲輸送車、ドイツからも歩兵戦闘車マルダー、フランスからは軽戦車とも呼ばれている AMX10RC 歩兵戦闘車などが供与され、これらにの他にポーランドから供与された T72 の改修型である PT91 とファルディなどよって新たに機械化旅団が12個編成され、5月にはその人員4万人から4万8千人の訓練を終えたことと、それら旅団が最前線に投入され始めたことが確認され、反転攻勢に出る可能性が高いことが報じられていたんだ。これら12個旅団のうちの6個旅団は訓練を3月31日までに終え、残りの3個旅団については4月30日までに全ての準備が整うとされ、9個旅団全体で必要とされる装備としては、戦車253両装甲戦闘車381両自走式榴弾砲と牽引式榴弾砲合わせて147門に加えて、マクスプロや輸送トラックなどの車両480両とアメリカ製の高機動多用途装輪車両ハンビーが571両とされているよ。ロシア側では国防省などが6月の早い時点でいち早くウクライナ軍がドネツク州の南部で反転攻勢に出たと発表しており、当初は攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍に大きな損害を与え、そのすべてを撃退したと言明していたよね。ロシア国防省のコナシェンコフ報道官がウクライナ軍による反転攻勢が始まったとして6月4日に最初に発表した内容では、
その地点はウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南西部やザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺など5カ所とされ、ロシア軍の防衛陣地に攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍に対して、ロシア空軍の戦闘機などによる空爆と地上からの砲撃によって応戦し、撃退に成功したとしているね。そして、この5カ所に投入されたウクライナ軍地上部隊は2個機械化旅団とされ、そのうちの1カ所を防衛するロシア軍部隊が、前線を突破しようとしたウクライナ軍の6個機械化歩兵大隊と2個戦車大隊に対して反撃を行い、250人以上の兵士を殺害し、戦車16両、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊した発表していたな。また、このコナシェンコフ報道官の発表以前に、ショイグ国防相が5月30日に開催されたロシア国防省内の会議において、ロシア軍は5月の1ヶ月間だけでウクライナ軍が保有している戦車を400両以上破壊して460機以上のドローンを撃墜した上に、1万6000人以上のウクライナ軍の兵員を殺害したと、ロシア軍が5月中に挙げた戦果について述べていたことをロシア通信が報じていて、ウクライナ軍が反転攻勢仕掛けているがロシア軍が撃退していると報告していることが伝えられているぜ。ショイグ国防相はさらに6日、6月4日から6日までの間において、ウクライナ軍が公言していた反転攻勢が実施されているが、その地域で守備しているロシア軍の反撃によってウクライナ軍兵士3715人を殺害し、戦車52両と装甲車両207両を破壊した上に戦闘機5機を撃墜したとして、ウクライナ軍はその目的を達成することができないまま、大損害をかぶって後退したと述べていて、反転攻勢がロシア軍の反撃によって失敗に向かっていることを主張した上で、ロシア軍の損害は戦死者71名、負傷者210名に戦車15両の損失であったとも述べて、ロシア軍の損害が軽微であることを付け加えることでロシア軍がウクライナ軍による反転攻勢を受けているものの、戦況は有利に動いているとしたんだ。ショイグ国防相はさらに8日にもコメントを発し、8日未明にウクライナ軍が南部ザポリージャ州の西部にあるオリヒウの南方にあるロシア軍陣地に攻撃を仕掛けて、激しい戦闘が発生したが、ロシア軍が全てを撃退したとしているよ。ザポリージャ州のオリヒウは、南部占領地におけるロシア軍の一大補給拠点である同州のメリトポリの北方約 80km にあって、ウクライナ軍の支配下にあり同軍の出撃拠点である州都ザポリージャ市から交通の要衝トクマクを経て、メリトポリへ通じる幹線道路上にあるんだ。そのことから、このショイグ国防相のコメントが事実を語っているとするならば、ウクライナ軍の大規模反攻での目標先はメリトポリの奪還である可能性が高いと見られ、ロシア本国やウクライナ国内の親ロシア派武装勢力が影響力を持つドネツク州と、ヘルソン州につながるクリミア半島との連絡回廊を遮断する作戦である可能性が高いとの見方が広がっているよ。6月8日に、アメリカのワシントンポスト紙及び NBC テレビがウクライナ軍高官からの情報として、ウクライナ軍が国内を占領しているロシア軍に対する大規模反転攻勢作戦が開始されたと語ったとして、すでに反転攻勢作戦が開始されている可能性が高いことを伝えたな。ロシアのプーチン大統領も9日にウクライナ軍の反転攻勢が始まったと述べて、ロシア軍はそれらを撃退するとして、ウクライナ軍の攻勢を跳ね返すことに自信を示していたね。そして10日には、それまで反転攻勢の開始についてほとんど言及していなかったウクライナのゼレンスキー大統領が、反転攻勢がすでに始まったと発言したことで、ウクライナ軍がすでに反転攻勢作戦を実施していることが明らかにされているんだ。その後ドネツク州南部などで、ウクライナ軍がロシア軍に占領されていた集落を多数奪還したことが伝えられていて、ウクライナ軍がロシアの最前線の防衛ラインを一部で突破したなど、ウクライナ軍が有利に作戦を進めているとの見方が広がり、この反転攻勢が侵略戦争終結へのターニングポイントとなるかどうか、この先ロシアとウクライナ双方から発信される情報が待たれている状態だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。